はい、こんにちは、116ウィンズです。アストロズとブレイブスのワールドシリーズ熱戦が続いていますが、これが終わるといよいよ野球もオフシーズン、選手の移籍などに焦点が移っていくわけですが、同時にチームたちはロースターの整理にも追われることとなります。シーズン中は40人枠にカウントされていなかった60日 IL に入っている選手たちをチームに残すために再度40人枠に戻す必要がありますし、またそもそも冬の補強に向けて来季の構想に入らない選手の整理も必要です。マリナーズもそんなロースター整理をここのところ行っていまして、先日はシェッドロングジュニアを含む選手たちが42枠を外されてしまいましたし、成績の割になぜか印象的な活躍も多かったジェイク・バウアーズも同様の措置となりました。こういった選手たちはマリナーズのマイナーに留まる以外にも MLB でのサービスタイム次第では FA も選択できるため、ワールドシリーズが終わり次第新天地探しに入るという選手も出てくるでしょうね。こうなると日本の野球ファンとして気になるのは、このような形で FA となった選手のうち来日を決める選手が出てくるかどうかという点ですかね。そしてマリナーズで今季プレーした選手の中では、ホセ・マーモレホスの NPB 入りの可能性は結構あるんじゃないかと考えています。マーモレホスは10月の頭にすでに FA となっているファースト兼レフトの選手で、 MLB1 年目となった昨年に引き続き今季も開幕ロースター入りを果たしている選手です。昨年の MLB デビューまでマイナーで9シーズンも戦ったなかなかの苦労人で、ナショナルズ参加時代の2019年にバッティング面でブレイクと呼べるような年を迎えたことからマリナーズも彼にチャンスを与えたわけですが、昨年は35試合でホームラン6本と、まあそれなりのパワーは発揮し、今季さらに飛躍することにも期待しての2年連続開幕ロースター入りとなりましたが、結果は41試合で OPS5 割7分4厘と振るわず、5月それから9月に2回 DFA を食らってしまい、マリナーズの42枠から外されてしまいました。2019年のマイナーで見せたバッティングの良さは少なくともまだメジャーのレベルでは出し切れていない。マリナーズも MLB の選手層が10枚切りの食パン張りに薄い球団ではあったので、マーモレホスにそれなりにプレーするチャンスもちゃんと与えはしたんですが、残念ながら今季期待していたような結果を残すには至りませんでした。メジャーレベルでは微妙どころか全然ダメだったマーモレホスですが、ただ2年前マイナーでブレイクした実力自体は本物のようで、今季トリプル A では大活躍しました。5月の DFA 後、マーモレホスはマリナーズ傘下トリプル A のタコマレイニアーズに合流しましたが、合流後はシーズンを通してチームの主砲として活躍し、83試合で OPS は驚異の11割超え。パシフィックコーストリーグ改めトリプル A ウエストは蛇行な傾向にあるリーグで、リーグ全体の OPS が8割を超えているような状態ですので、さすがにこの数字が与える印象ほどにマーモレホスのバッティングが良かったわけではない。リーグの傾向の恩恵も受けたにせよ、それでもインパクトのある成績ですし、蛇行のリーグの中でも今季ナンバーワンの OPS を記録しています。WRC プラスもリーグトップの167とリーグ平均よりも 60% 以上高い打力を見せていましたので、リーグの中でも極めて優秀なバッターであったのは間違いないでしょう。これだけ打ちまくったこともあり、今季のトリプル A ウエストの MVP にも選出され、リーグ優勝を果たしたレイニアーズの立役者と呼んでも差し支えないでしょう。来季が29歳のシーズンとものすごく若いわけではなく、マイナーとはいえ MVP のシーズンを送った今なら、日本ですとか韓国球界ですとか、そういったアジアの球界で大金を得る絶好のチャンスですし、マーモレホスはコンオフ果たしてどんな選択を下すのかは気になるところです。またアジアに行く上でもマーモレホスのアピールポイントがそれなりにある点もいいですよね。MLB で目立った実績を残したとは言えないですが、パワーのポテンシャル自体はおそらく本物で、今季ダスティン・メイの速球を捉えて弾丸ライナーでスタンドに叩き込んだことがあったんですけれども、あの時に打球初速 114.1 マイルを記録。選手の今季最速の打球初速としては MLB 上位 8% に相当する数字ですし、それだけ力のある打球を打てるポテンシャルは秘めていると。またこれまでマーモレホスはパワーがある割にフライが上がらないという長打力を売りにしていくには致命的なマイナスポイントが以前はあったんですけれども、マイナーでは今季こちらに改善の兆しも見られます。今季トリプル A でフライの割合が 38.9% と、彼のこれまでのマイナーでのキャリアを考えるとかなり高い水準まで来ていますし、正直パワーの割にフライが上がらないイメージが個人的に彼に対するイメージ非常に強かったので、今季アプローチ自体は変化していたんだなぁと動画を作りながら今回思いました。その分なのかはわかりませんが、内野フライもかなり増加傾向にありますので、すべてがすべてうまくいっているのかは微妙なところではあるんですが、一応長打を量産するための下地が今季あって、そして実際にトリプル A とはいえ数字にもちゃんと現れたのは、好材料と言えるのではないでしょうかね。さらにマーモレホスアプローチがいいのもいいですよね。トリプル A では今季フォアボールと三振の数が大きくは変わらず、
打席に占めるフォアボールの割合が 15.3%、 三振の方が 19.5%、 MLB でもフォアボールの割合は維持することができていましたが、ただ三振はマイナーと比べたらかなり増えてしまったので、上のレベルのピッチャーに対する対応はどうなんだろうという不安はあるにせよ、トリプル A のレベルであればアプローチはズバ抜けていいです。そしてポジションも決してうまくはないですが、ファーストとレフトの両方を守ることができますので、ポジションの上でも多少選択肢があるのも悪くないでしょう。 MLB での実績もほとんどないので、年俸もものすごく高額にはならないでしょうし、今季のマイナーでのパフォーマンスを考えますと結構人気が出るんじゃないかと考えています。ということで、来季の来日にも期待がかかるマーモレホスですが、最も NPB に来るとしても変化球への対応はもう少しどうにかしないと、今季のマイナーと同水準の活躍自体は厳しいのかもしれません。マーモレホスは過去2年間速球系の球種に対してはそれなりの結果を残すことができ、パワーも見せてきたんですけれども、変化球に対しては驚くほど無抵抗で凡退を続けたと言いましょうか、とにかく打てていません。今季メジャーでは変化球に対して32打数3安打、打率にして0割9分4厘といいようにやられてしまっていると。カーブやチェンジアップ系のボールが特に苦手のようで、ゾーン外に落とされたらほぼノーチャンスみたいな状態だった印象もあります。 NPB でもし彼を獲得する球団が出てきた場合、このあたりマーモレホスの変化球への対応をどの程度改善させることができるのか、少なくとも無抵抗凡退をいかに減らせるかが彼を活躍させる上でもキーとなってきそうかなと考えています。マーモレホスと同じようにトリプル A で化け物じみた成績を残し、今季広島でプレーしたケビン・クロンも NPB で変化球への対応に苦しみ1年で退団となってしまいましたので、もしマーモレホスも来日するのであれば早めにここは対応しておきたいところですね。なんかここからは非常に個人的な話になってしまうんですけれども、 MLB ではまだ実績がないけどマイナーでは好成績を残していて、で速球に強いタイプのバッターというとマリナーズだとダニエル・ボーゲルバックの顔がなぜか浮かぶんですけれども、そういや彼ももしかしたら来日の可能性あるかもしれませんよね。ボーゲルバックも長らくメジャーへの適応がうまくいっていなかった選手ですが、2019年ついにブレイクイヤーと呼べるような年を迎え、この年シーズン30本、オールスターにも初めて選出されました。ただこの年の後半くらいからバッティングが狂い始め、昨年は開幕から極度の打撃不振に陥るとマリナーズから DFA、 その後ブルワーズへと移籍し打撃面も多少上向いたんですが、今季は93試合で打率2割1分9厘 OPS7 割3分と、この手のバッターとしてはかなり物足りない打撃成績となっています。パワーどこ行っちゃったんだという感じなんですけれども、打撃専門タイプの選手としてはなかなか評価に困る成績ですし、ブルワーズも彼を残すかかなり微妙なラインな気もしますので、それこそ昨年のジャスティン・スモークのように来日の可能性こちらもあるんじゃないでしょうか。マーモレホスと比べて MLB の実績はある選手ですので、年俸は多少高くなるかもしれませんがね。はい、ということでマーモレホスに加えてボーゲルバックも来日の可能性がありそうなコンオフですが、元マリナーズの選手はなぜか日本球界に来ると結構活躍している印象も個人的にありますので、もしこちらに2人とも来るのであれば来季の活躍楽しみにしたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。